強い激励でお断りいただきありがとうございます。地震から3週間が経とうとしておりますが、現地ではまだ水道や電気も復旧していないところがたくさんあるというふうに伺っております。またそういう中で、そのような中で私たちがこれから迎えます気仙沼市の方では1万人以上の方が不自由な暮らしをされているというふうに伺っております。私たちの活動期間1週間と近いものではございますが、被災者の皆さんが少しでも安心していただけるように、精一杯活動し、1週間後元気に戻ってきたいと思っております。それでは、止めります。